はい。英検12級の問題ですね。ちょっと読んだ後に、まあ、10秒取りますので、読めるかどうかトライしてください。Sloths have long, hard claws on their toes. Usually, they use their claws to hang on to branches. However, if a sloth is attacked, it can use its claws to defend itself. Sloth's claws are so long that the sloth finds it difficult to walk on the ground.Because of this, a sloth usually only comes down from the branches about once a week. はい、では10秒です。はい、では次いきます。ちょっとヒントを加えてますので、これでまあ読めるかどうかもう一度トライしてみてください。はい。では、1行1行見ていきます。はい。1行目ですね。これそんな難しくないと思います。まあ、slots っていうのは、はい、持っています。何を long、長く硬い claw。これ、爪ですね。爪を守っていますと。on their toes。彼らの、まあ、つま先に。という意味です。で、まあ、次もそんな難しくないですね。まあ、大体、彼らは、they use their claws。彼らの claws っていうのを、爪を、何のために使うのかというと、to hang on, ぶら下がるですね。で、どこにぶら下がるのかというと、まあ、ブランチ。まあ、木々の枝にね、ぶら下がるのに、まあ、使うっていうことですね。で、この hang は、まあ、ぶら下がるとか、ぶらぶらするとか、そういう意味がありまして、知っていただきたいことですね。まあ、遊ぼうっていう時ですね。let's play っていうと、まあ、子供が、ね、遊ぼうっていう、すごい、まあ、チャイルディッシュ、子供っぽく聞こえるんですね。というか、まあ、子供しか使わないですね。うん。で、まあ、中学生とか社会人が、まあ、どっか遊ぼうっていうときは、まあ、let's hang out ね。こう言います。let's hang out。はい。まあ、この文章ね、見ていきますと。まあ、大きく分けて2つの文章ですかね。まあ、まず、単語としてね、attack ね、攻撃するっていうのがあって、これ、まあ、受け身で使われてますね。もし、if sloth が is attacked、攻撃されたら、どうなんだっていうような文章ですね。で、もう一つ、defend。防御するって意味ですね。まあ、ディフェンスね。ディフェンスって日本語でも言いますね。で、a sloth can use。まあ、sloth っていうのは、can use。まあ、使えますよと。何を使えるのかというと、その、まあ、claw、爪を、まあ、使えるんだと。で、何のために使うのかというと、to defend。まあ、自分自身の身を守るために、防御するために、鍵爪を使うんだよってね、意味です。で、ここのですね、it's と itself がですね、まあ本文読む上であんまりまあ関係ないかなとは思うんですけれども、ここが分かってるとですね、より詳しくまあ英文読めますので、まあぜひちょっと理解していただきたいです。ここの it's っていうのは、それのっていう意味で、この it's、あとアポストロフィーがある it is とは違うんですね。で、これどんな風に使うのかっていうと、まあ本文で出てますね。it can use its claws。これは、a sloth のことです。で、ここにね、この a sloth って入れてしまうと、長いし、繰り返しになってしまうので、こういう時には、この it's っていうのを使います。で、ここの it's っていうのは結構ね、いろんなところで、まあ、よく使われてます。例えば、この英検準2級のですね、6でもね、やっているので、ぜひ、こちらも興味ある方はね、見返してみてください。で、あと、itself ですね。to defend itself。まあこれ、それ自身をって意味ですね。だから、to defend、まあ防御するために、それ自身を防御するためにっていうようなね、意味になります。まあ他の例で言うと、例えば、I need to defend myself。まあ私は私自身を、まあ自分で自己防衛しないといけません。そんな意味ですね。そういう時は、まあ myself。主語が she だと herself。で、同様に、まあ himself だったり、themselves とか yourself とか、まあこういう形で使いますね。で、まあ、例えば、a sloth needs to defend itself. a sloth っていうのは、まあ、自分自身で、まあ、自己防衛する必要がありますよって時は、この itself をね、使います。で、まあ、踏まえた上で本文見ていきますと、まあ、however しかしながら、もし、if a sloth is attacked, sloth が、まあ、攻撃されたらどうなるかというと、it can use. この it は、この単体のsloth のことでね、sloth っていうのは、can use 使えますよ。それの爪を使えますよと。この it's は、その、sloth の
爪っていうことですね。スポーツの爪を使いますよと。何のためにというと、to defend itself。まあ、スポーツ自分自身を守るために、鍵を使いますよ。使って攻撃しますよ。みたいな意味ですね。はい、ここのまあ文章は、まあ、so that の構文と、まあ、find it, blah, blah, blah みたいなね、その二つの構文が、まあ、鍵かなと思いますね。まあ、まず、so that 構文、これ有名ですね。とてもなんとかなので、まあ、that 以下の内容だってね、訳します。で、もう一つは、まあ、find it ね、主語 find it 形容詞という動詞で、まあ、私はそれをね、するのが、形容詞だと思うっていうような使い方をします。具体例で入れると、I find it difficult to do it ってなると、私はまあそれをするのがすごい難しいとまあ思う。そんな意味ですね。で、本文、これ当てはめて見ていくと、A sloth find it difficult to walk on the ground。sloth っていうのは、どうなのかというと、find it、それがまあ難しいとね、思う、わかりましたと。何がというと、to 以下で、to walk、歩くこと。で、どこを歩くのかというと、on the ground、地上を歩くことがまあ難しいと思うっていう意味ですね。で、この find it difficult ですね。まあ、ちょっと、この、2級ですけどね。ちょっとこの21年で、ね、ちょっと詳しくやってるので、まあ、もし興味ある方いたらこちらも見てください。で、まあ、それを踏まえてですね、本文見ると、sloths の claws っていうのは、とても are so long。長い。とても長い。とてもなんとか。なので、どうなのかっていうと、ざっと言うかで、sloths は find it difficult。それ、難しいと思います。何を ?to walk。歩くこと。どこを on the ground 地上を歩くことがすごい難しいと思いますっていう意味です。はい、この文章も長いんですけど、簡略化するとですね、a sloth comes down。 a sloth っていうのは降りてくる、降ります、そんな意味ですね。そこに今いろんな修飾語がついてますね。で、もうちょっと長くすると、 a sloth っていうのは only comes down once a week、まあ、たった週に1回しか降りてこないよみたいな、ね、意味です。で、そこに例えば、from the branches、枝からとか、about、まあ、once a week、まあ、約週一でとかね、そういうのがいろいろね、ついてます。で、まあ、本文なんですけど、まあ、because of this、これが理由でどうなのかというと、a sloth っていうのは、まあ、usually only、まあ、大体、まあ、only しか、まあ、降りてこないんだよみたいな意味ですね。で、どうなのかというと、comes down、まあ、降りて、こんだけ降りてきますと。で、どこからかというと、from the branches、 枝からまあ降りてきます。で、どれぐらいの頻度かというと、 about、 まあ約 once a week、 週1でまあ降りてきますよって、そんな意味です。で、それ踏まえて、まあもう一度本文でさあ始めがいきますと、 sloth っていうのは have、持ってます、 long heart、 長くて硬い爪をまあ持っています。どこにっていうと、 on their toes、 つま先に。で、usually、 まあ大体彼らは they use their claws、 彼らのまあ爪っていうのを使います。何のために、 toHang on to branches。 まあ、枝にぶら下がるために今使うと。で、しかしながら、however、 もし a sloth が is attacked、 攻撃されたときはどうなのかというと、この it は sloth でね、 sloth は can use its claws、 まあ、使うことができます、彼らの爪をね。何のために使うかというと、 to defend itself、 自分自身の身を守るために今鍵を、爪を使うと。で、sloths の claw っていうのは are so long、 とても長い、 so that、 だから何なのかというと、 sloths find it difficult、 まあそれ難しいと分かってます。何を、 to walk、 歩くこと、どこを、 on the ground、 地上を歩くことを難しいと思ってます。なぜなら爪が長くて邪魔だからですね。で、 because of this、 その結果、 a sloth っていうのは、まあ、usually only、まあよく大体これぐらい、まあ、ここ頻度が述べられて、usually only どうなのかというと、comes down、 まあ降りていきます。どこから、 from the branches、 まあ枝から降りていきますと。で、どんな頻度かというと、まあ about once a week、 週1の頻度でまあ降りていきますよっていう意味です。